最古駅と千人客駅間の旅客列車。先頭は C2 から10機関車。運行路線図火用単行鉄道は中国四川省落山市県民県にある狂気鉄道である。各国ともに様々な呼び名を持ち、一定しない。カーキラー消火車あるいは四川消火と呼ばれるのが一般的であるが、通告など公式文書では、売紙時も使用される。とは、 路線の両端に位置する集落、場所港と、石系を結ぶ意味。ちなみに2007年、四川省文物保護単位300号として、車両と線路を一括し、加ボ屋お及び梅子作事と登録されている。テレビ番組や雑誌媒体では、梅子鉄道、梅子鉄路と紹介されることが多い。他に、石系高村井鉄道、石湾系鉄道、梅子シ競鉄道とも、 石系の急称、石板系を由来とするシーヴァンキシーレールウェイと呼ぶことが多かったが、近年は、ジョチョンコールレールウェイと呼ぶ例が増えている。四川海洋集団海洋ススコが運営する地方鉄道である。元来、産出した石炭を輸送するために付設された鉱山鉄道であったが、強硬な地形に阻まれ道路建設が進まず、沿線住民の移動や物資輸送をも担うようになった。 21世紀に入り、中国でも珍しい観光鉄道としての性質を強めつつ、現在に至る。観光用車両の申請や推薦トイレ設置をはじめとするインフラ投資に加え、2010年末には、楽予、高速道路開通で様相が一変し、日帰り可能な観光地として定着した。近年は、国内公開映画の撮影ロケーションとしても、頻繁に使用されている。 定期列車を蒸気機関車が牽引していることで特に有名であると同時に中国の現存鉄道としては少数派の狂気鉄道でその中でも 762mm 機関を採用しており日本でいう軽便鉄道に近いことが挙げられる狂気鉄道が旅客列車を走らせる場合は中国国鉄における標準器用車両をそのまま縮小したような外観の 客車を使用するのが通例であったが、東鉄道の在籍車はいずれも独自のスタイルで、他に類いのないものである。車両の工にて口述するが、グループ企業の設備で蒸気機関車を製造することが可能であることも特筆できるよう。1938年に馬工駅付近に炭鉱が開けこうした。採掘された石炭は当時、 期間 600mm の手押しトロッコにより、馬変化班の馬病校に輸送され、そこからワージに積み込まれて要素へ輸送された。輸送効率の向上のために、1958年に民港下班の石景鎮までの長さ 19.84km、期間 600mm の狂気鉄道の建設が始まり、翌年12月に完成した。 1960年に機関が 762mm に改め記された。また、途中の三橋岩駅にスイッチバック構造も設けられた。開設当初はトロッコで石炭と旅客の両方を運んでいたが、1960年代には客車も導入された。1975年には石炭輸送とは別に1日に6本の旅客専用列車も運行したが、 現在は4本に減少した。また、木村駅や小駅、薬新駅付近の炭鉱もこの鉄道を利用していた。2000年に薬新駅死刑駅間は5 5 0ト直流電化された。沿線に道路が建設されることになったことに加え、2003年には最後まで残った高村井からの石炭輸送も停止したことから、会社側は鉄道の廃止を打診したが、 2004年にその観光資源としての価値を見出した地元政府の要望により廃線を免れた。2010年には中国の国家文化遺産に指定された。ちなみに地元利用者向けの運賃が0.5元であるに対し観光客向けの運賃は80元である。2016年12月、石系から約新館の電化区間における電気。 機関車牽引の貨物列車が運行を停止した。2018年現在、河川は切断されているとの複数の報告がある。1日後往復の旅客列車は、片道75分で全線を運行する。通常の編成は普通車の他に一つまたは二つの観光客車を付け加えるが、観光客車のみの特別車両も、観光客の予約があれば対応できる。機関車は全線。 C2 形状機機関車による原因が基本である。急短作業は薬賃駅で行う。旧型客車、荷物車で編成される。沿線道路開通前は7から8両の旧型車が連なって走行する姿を見ることができたが、現在は3から4両程度で運転されるのが通例となっている。石系、高村井の全区間同士の運転となる。観光客車のみで編成され。 躍進から馬交換を往復する。オフシーズンは最短で1両のみ、最大でも4両程度の編成長に止められるのが通例。前述の通り観光客車への乗車は割高な料金が適用される一方で、列車で移動しても走行中の列車を写真撮影することができるよう、最大2箇所の撮影地点でホトランを行うことが特筆される。 乗客を乗降所にて降ろした後に、列車は一旦、バック、常設の撮影地点に乗客が移動した頃を、見計らって発車し、再び乗降所で待機する。ただし、袋便では実施しない。参考として、2017年初頭の普通列車全駅時刻を示す。バコー、コーソの一帯は深い谷底にあり、近年に至るまで、 周囲の崖に阻まれ道路建設が実現しなかった。そのため、半世紀前の炭鉱街が当時に近い姿で残る。周囲の炭鉱が次々と閉山したため、過疎化が進み観光に頼らざるを得ないという一面もある。その他の区間は、沿線のほとんどが農地と、まばらな雑木林で占められ、特に竹が目立つ。二毛作が行われる棚だ。 狭い土地を活用したランダン畑といった農村風景が車窓に広がる。ただし近年は過疎化の影響か、急行電が急増している。河川による侵食地形の斜面に張り付くように建設され、見通しの悪い急カーブが多い。薬新駅から最も標高の高い千人客駅までは1 0 2トルの標高差が2 2 4ルと、 平均勾配は22パーミルに及ぶ。トンネルが6カ所存在するが、橋梁は存在しない。院は薬新発の観光列車のみが停車する、撮影地。このほか、2015年に薬新駅付付電駅間に、信号所が新設されている。また、石系から薬新館にはかつて停車場があり、希望する沿線住民は乗降することができた。歴史の項で述べたように、 当初は、テオシトロッコのみが使用されたが、後に、蒸気機関車を導入した。四川火曜集団は参加に、機械修理製造会社を持ち、1972年以降は、蒸気機関車のボイラーをも製作する能力を保有し、更新を行っている。2016年時点において走行している蒸気、機関車のうち2両は内製であるとしている。改め期後はより大型な、 ZM16 から 4C に蒸気機関車が導入され、今も主力として使用されている。2011年には07、08、09、10、14号機の稼働が確認された。2016年には07、10、16、17、18号機が確認された。2018年には08、16、17、18、19号機が 確認されている。電気機関車21世紀初頭に導入された、突型機関車のほか、工述するサルジ車を牽引するバッテリーロッコが存在している。内燃機関車開通当初に使用されたトロッコは、簡単なフレームの上に竹籠を乗せたもので、後に木製のものを経て、構成の5トン二軸車に変わった。現在見ることができるのはすべて構成ホッパー車である。その他に、 三軸の無害車とフラットカーが存在する。どちらも加工窓を備えるがガラスがなく、閉じると視界が完全に遮られる。各車両とも中央片側にのみ手動ドアを備える。つまは完全に封鎖されており、車両間を移動することはできない。能力色で塗装されているが、近年になってドア側に黄色の帯が入るようになった。 観光鉄道化に伴い導入された。製造時期によって形態が異なるが、基本的な仕様は概ね共通している。いずれもボギー車で、車内はクロスシート。バス用を転用したと見られる透明窓が装備され、横方向に開けることもできる。つま面は非貫通であるものの、開閉可能な窓が装備されている。導入当初は図飾がまちまちであったが、 現在は能力色に黄色の帯を巻いたい出立ちである。いかに用いるル霊自社という表現は説明の便宜上のもので正式な区分名称ではない。観光列車が馬行駅折り返しとなり代わりに末端区間の観光客輸送用に導入された。簡易な策で囲われた二軸車で座席はない。落山しさワンクに存在した松高すすンの通称鳥かご列車に近い。 沿線道路が開通するまで、本鉄道には沿線住民の遺体を当鉄道で輸送する習慣が存在した。そのために、車番例の霊柩車が存在し、普通列車の最後尾に連結される。通常の二軸車より一回り小さく、車端に設けられた遺族乗降用ドアのほか、側面中央部に横長の開口部を持ち、遺体を寝かせた姿勢のままで安置することができる。 遺族は発射時に駅ホームでは駆逐を鳴らし、走行中は道教の習俗に従って車窓から紙銭を巻いた。長らく朝顔型連結機が使用されていたが、2017年から自動連結機を装備した車両が登場している。中華人民共和国の鉄道、ありがとうございます。